犬ワングランプリは、グーの携帯電話向け情報提供サイト、モバイルグーにおいて2009年から2012年まで提供していた、携帯電話のオート GPS を使用した一芸である。移動や世話によって、犬を育てるといったもので、犬種は6種類で、トイプードル、ミニチュアダックスフンド、パング、チワワ、コーギー、芝犬から犬種を選び、名前を付け育てていくというものだった。 2009年11月にサービス開始されたが2012年8月31日に終了した。携帯電話の位置登録機能を使って算出された移動距離に応じて仮想通貨バグを手に入れ、そのバグを使用し成長を促進したり犬同士のレース時に使用する必勝カードを購入することができる。登録地ではマーキングをして縄張りを広げたり、その地域の犬と ドッグレースの対戦をすることができる。その他、ディスクドッグ、餌によるしつけ、ブラッシング、宝探しゲームがあり、この宝は全国の主要なランドマークや駅、観光スポット2万カ所に設置してあるという。犬湾大会という大会が開催されており、各レースで1位になれば、次のランクへ進むことができる。出場には、 コインかバウが必要で、ランクが上がれば上がるほど必要なコインとバウも増えていく。優勝すれば、一気に巨額のバウが手に入る。リスクはあるが、リターンも大きい。この時に飼い主ができるのはカードのセットだけで、通常のレースとは違って、犬に直接指示を出せず、自分の性格に合ったペースで走るという設定になっている。大会は毎日開催しており、エントリーした後は、 ドッグレースとディスクドッグが遊べなくなる。大会終了後に結果を確かめ、リザルト画面に戻れば遊べるようになる。犬は一定期間を過ぎると引退し、次の犬に引き継ぎを行う。その場合、ブリーダーパートが高いと能力の引き継ぎが大きくなりやすい。友達申請を出すことができ、申請が通ればその相手とはいつでも対戦ができるようになる。基本的に聖剣がないため、 一回で何人に申請を出しても OK。通った場合は自分が飼っている犬の上側に友達申請が承認されましたと出る。また自分が出す一方ではなく誰かから来ることもある。その場合は承認するか拒否するかを選びメッセージを送り返せるようになっている。どちらの場合でも許可した時点で友達同士になる。犬種に関係なく申請できるので、 たくさん作っておくと2世代目以降に便利な場合もある。対応機種はドコモフォーマ700に902シリーズ以降の機種 AUWIN シリーズソフトバンク 3G シリーズ。サイトの利用は無料で一部のアイテム販売で有料課金のものがある。ありがとうございます。